始めました。はい、こんばんは。ありがとうございます。やっほー。髪の毛そう切りました。ちょっと今カメラいつもと逆方向にしたから目線が変か。まだね親知らずが腫れてるので隠してます。どうやったらこうちゃんとした感じが伝わる。カメラの角度でちょっと長さとか違うね。目が相変わらず赤いです。こんばんは。ああ、なんかもう眠くなってきた。疲れた。今日はアイドルコンテンツエキスポに瀬戸内 PR 舞台で出演させていただきました。見てくださった皆様ありがとうございました。サンキューです。お疲れ様。楽しかったよ。よかったです。今日ね初めて遠距離ポスターと瀬戸内 PR 舞台推しを披露しました。楽しかった。遠距離ポスターめっちゃ好きな曲だからやれて嬉しかった。こんばんは。よっ、いじとりね。今日レッスンしてくれてありがとうございました。こちらこそ来てくださってありがとうございます。わあ、明日はね、六本木アイドルフェスティバルに出演させていただきます。六本木って名前だけどね、横浜であるんですよ。これエアコンどこにあるの？わかんないです。リモコンないですか？あ、待って、ベッドの、あ、いいよいいよいいよ。アラームタイム、あれ、え、あっちいい猫だよ。わかった。見つけたら教えて。ほい、よいしょ。お疲れさん。失礼いたしました。ゴーゴーくちゃんと同室。そうなんです、あかりんさんと同室たまにある。結構結構に襲われないようにしないと。え心配ない？ない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 か。ないんですよ。襲われないようにするらしいです。私に逆でしょ。ない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 、マジでない。嘘つけ。ほんまにないわ。今日はもう甘えん坊でしたよ。え、甘えてないんですけど。え、あれ甘えてないんですか？嘘。ご飯探す時とかのなんか、うーん、甘えてないわ。え、素だわ。あら、そうなんですか。別にエリカさんは、お風呂のドアの横にエアコンスイッチあるよ。なんでスイッチあるの？怖すぎる。本当に怖い。いやだ、もう帰るねえ。 STK。 え、本当に怖いんだけど。え、すごいですね。寝てた。どういうこと？本当にあったら怖い。泣きそう。後で見てみよう。クマ、ありがとうございます。常識です。隣に泊まってるなら壁ドンしてもらう。いや、私らの隣カップルだったから。間違えて覗いてしまった。なんか
ね、封じ法とかが隣かなと思ってドア開いてたから覗いたらカップルだったんですよ。あーってカップルだって、カップルが隣なんです。いやほんとね、覗かない方がいいですよ。逆に壁ドンするしか野蛮な、トントントン、ご飯を牛タンだった食べ弁当にしたんですけど、牛タン弁当に行き着くまでが大変だったんですよ。うん、マジで大変。牛タン弁当一つ食べるまでに1時間半ぐらい要した。そう、なんかあかりんさんがずっと牛タン弁当食べたいって言っててね、探してなくて結局ね、結局ウーバー、うん、1時間くらい店探したらいいよね。歩きましたね、牛タン。マンボウで全然開いてなかったもんね。うん、横浜ね、今マンボウで、すごいチェーン店とかも早くにしまってて、でも最終的に吉野家とか、なんか リンガーハットとかで、とかなんか松屋とかで、そういう系で行こう、もうそれはしょうがないって言って行ったも、うん、そこすら空いてなかったよね。すごかったですね、なんかやっぱ広島とちょっと違うっていうか。そう、うん、ウーバーイーツで牛タン食べて、私親知らず痛いから 片方で食べたら顎がめっちゃ発達した気がします。てか広島に住んでるから感覚バグってて、夜店開いてないとか知らんかったんよね。うん、普通にだって広島の店夜中までやっとるもん。確かになかなか本当にないですよね、緊急事態宣言、うん、陽性とかもあんまり、うんうん、今は広島はないんですよ。マンボウも出てないから。東京がやばいのは知ってるんだけど、でもなんかコンビニがね嫌だったんですよ。もうわかる。そう、まあ結局コンビニでも買ったんですけど。でも兵庫もなんかちょっと危ないみたいな聞きました。残業すると悩み見せてない。確かに、うん、8時終わり慣れてたね。ご飯探すの大変だった。9時ぐらいに着いたからさ。え、今日東京のスタバ飲んだけど、もうバリうまかった東京のスタバ飲んだのがいいよ。こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ美味しかったよ。なんかネットで見て、あの前髪かわいい、ショットを追加すると美味しいって感じだから、ショットを追加して飲んだらもうめっちゃ美味しかった。あれ定番商品にした方がいいわ。キャラメルソースとコーヒーゼリーのフラペチーノとかも天才でした。イベント明日じゃなかったら中止だったかもね。本当に思った。追加50円だけどなんか無料だって、なぜか。私も気をつけよう、手洗いうがい消毒。めちゃくちゃ美味しい。目赤いの治った。目赤いの治ってない、見えるかも。あと8月3日か4日までだから早めに飲んだ方がいい。最近こっちずっと高いんだよね。だからこっち向きのカメ、いつもあのくるんって反対なんですけど、キャラメルソース増量無料ですよ。今日はこっち側からやってます。めっちゃ美味しい。だからちょっと 目線が合わないかもしれない。なんで赤い、なんでですかね。なんかゴミでも入ったのかな。おすすめです。もうずっと赤いんだよね。メイクが入ってんのかなと思ったけど、なんか怖くて最近こっち側あんまアイラインとか引かないようにしてるんだけど、うん、謎です。今日はアイドルコンテンツエキスポ、遠ポス、遠距離ポスター。フーチホがオキちゃんピエンの歌歌ってやって、フーチホね、さっきまで一緒にいて話してたんですけど帰った。クマ10個ありがとうございます。塩さん、クマタワーやん。ありがとう。なんかかわいい、何このクマ、おしゃれクマ。遠距離ポスターさ、これ何のクマ。去年からずっと振り入れしとったけどさ、結局やってなくてさ、1年半年越しにやる。何のクマや。ありがとう、しおさん。明日は
生配信もあります。テレ朝で沖ちゃんが怒った時のモノマネが流行ってる。なんだろう、テレ朝の千穂さんが最近ねモノマネっていうかなんか私に影響受けてて、私ねなんか怒ってる時じゃないんですけど、私よくなんかこう急に襲いかかろうとする仕草みたいなのをよくするんですよ、人に。なんかあのフロントガラス割る勢いな感じで、それをねなんか最近千穂さんがすごいあの影響を受けてて、私の最近千穂さんが言ってて、なんかおきちゃんみたいなことしないようにせんといけんのにやってしまうみたいな言われましたね。うちみたいななんか急にやるみたいなのがやるよくやってるんですけど、私そう最近ね、まあでもじゃあ皆さんの前が見せませんけどね。その話してたのかな、フチホは。今日はポニーテールね、明日のエミちゃんに会えないみたい。聞いて、今日さ明日スケジュールの関係で悪い見本ノイミーいるのにノイミーちゃんに会えないって聞いて絶望した勢いで、やばいこれはもう、これはもう移動ばっかだったから疲れた。なんだおみるちゃんに言わないけんと思って勢いで電話かけてみたんですよ。そしたらちょうどイベントの合間で出てくれて電話、しかもなんかトイプードルのコスプレみたいな格好のおみるちゃんとテレビ電話できて、私はもうお金払わなきゃってなりました。新幹線休めなかった。休んだ、めっちゃ寝た困ってた。髪切ったのちゃんと見るの初めてだけ、めっちゃ怖い。え、ノイミーカフェあんの？ありがとう。どこに行きたい。結構切ったかも。え、どこてか Wi-Fi ある？Wi-Fi? Wi-Fi? Wi-Fi ある？ Wi-Fi 書いてないですね。机の上とか？それか。テレビなかったよね、これ。テレビなかったです。なんか古き良きテレビって感じ。新宿？え、待って。え、新宿かい？横浜じゃん。え、横浜と新宿って近い？え、絶対1時間半ぐらいかかるでしょ。嘘。え、わかんないけど。新幹線で行くレベル。で行きたい。え、待って、明日朝早起きすれば行けるかな。化粧ちゃんとして行けばいい気がする。どう Wi-Fi どこ調べたい。 Wi-Fi どこ遠いって言われてますよ。30分40分って。え、3、40分なんて秒じゃん。そうですね、確かに30分は確かに。30分で行きたい。ノイミーカフェどこにあんの？新宿丸いか。え、 Wi-Fi どこ？ Wi-Fi ないんだが。あれじゃないですか、引き出し開けたらなんか紙に書いてるとかそういう系じゃない？なかった。あら、え、新幹線で行こうかな自腹でマジか。一杯1万円ぐらいするコーヒーになっちゃうよね、そうなったら。そうですね、新幹線代含めたら。え、待って、ノイミーカフェ行きたい。東海道線って割とすぐらしいですよ、新幹線より。そこはもう土地勘わかんないからな。50分か。横浜新宿電車で1本で行けるんだ。新幹線使わない方がいい。湘南新宿ライン。湘南新宿ライン。沖ちゃんのファンまで叶えてくれたのやつ土地勘ないから自分ら。でも明日土日だから絶対予約した方がいいね。予約しよう。え、待って、来た。これはちょっと私終わったらちょっとマネージャーの部屋行ってくるわ。相談してくる。絶対断られると思いますよ。絶対断られるけど言うだけ言ってみる、うん、ノイミーカフェが561円です、安っ。もうちょっと倍ぐらいお金払うけん、もうちょっと早く行きたい。明日割と朝遅いからなんか寝る以外にもなんかしたいな。なんかする？なんかします？何します？うのとかする？百人一首とかする？興奮。何時ぐらいに起きます明日？
今日寝る時間にも。でも私今日さ2時間半ぐらいしか寝てないね。私も全然寝てないんですよ。新幹線って寝たぐらい。わかる。だけん割と寝るかもしれない。うん。意外となんかしようと思っても時間いっぱい寝ちゃうんですよね。あ、9月までやってんの？じゃあ絶対大丈夫だ。普通ない東京行くことはあるだろ。外出、中華街行きたかったんだけどね、やめた。いつか行きたい。明日無理やり行く必要ないわ。明日はいいや、やっぱ。9月までに東京1回か2回は行くでしょう。え、確かに緊急事態宣言出たら行けないな。近い、確かに。こっちのカメラ落ち着かんねえ。レス嬉しかったです。ありがとうございました。明日来られる方いらっしゃいますかね。よろしくお願いします。めっちゃ若返ってる。すごい若返ったって今日めっちゃ言われた。伺えたも何も若い方なんやけどね。バレエ見ましたか？マジで惜しかった。髪型どうしよう。一回、マッチポイントまで行ったのにさ。お、来る人多い。ありがとう。楽しみ。なんかね。紫振ります。ありがとう。いや、やらせない。外跳ねとかどうなったの？選手の。なんか今のとここの顔に沿わせる欲しかったね方で行こうかと思ってるけど、いろいろ試してみるか。いや、めちゃくちゃいい試合だったよ。2回多いね。明日2回の人多いね。上手にいたら福ちゃんよく見えた。え、 PR 舞台の時私マジ上手にしかいないんで、今日1曲だけ下手に行ったけど、前髪長め、マジで上手にしか行かないから。そう、切ったばっかなのに、もう伸びた気がする。人は上手にいた方がいいと思います。ほんまに下手マジでいかん。通過すらせんって感じ。今日どんなよ。ほんまに下手いかんよ。よく来てるだけん。ベスト指定席じゃないんだったらちょっともうぐしゃぐしゃ。私が撫で方なので上手に行ってください。配信ないよね。明日なんか配信あるって聞いたけど、ないのかな。ちょっとまた調べてみます。あ、配信あるらしい。明日配信あります。お待ちしております。ふーちゃんがすぐに余韻感じるって言ってくるって言ってました。多分最後じゃないのかな、7人は。わ、余韻、今めっちゃ余韻感じたわ、すぐ。さよならの余韻。あるある。朝早いの遅いです。明日8月。あ、そうだ、今日もうあれか、7月ラストなんですね。ありがとうございました。7月もたくさん、わーいわーい。ね、今日の何レア、明日で終わりだよ。そうだよ、前髪自分で切った。いや、切ってもらった。明日で終了、うん、いえ、かくん悲しい。明日も揉めとるチャンスか。そうだね、切りいいかも。私も誰かの撮ろうかな。でも最近毎日なんかお試しメール来るから楽しい。
当に楽しかった。ありがとうございます。そう、月初め自己紹介メール送ってる。でも最近自己紹介することなくなってきたからちょっと考えないとな。初期から撮ってる、ありがとう。7月終わりなのね。7月終わり、途中からメール取り上げて楽しませてもらってます。ありがとうございます。悲しいね。なんか夏ももうなんか折り返しって感じ。メール取ってください。ふくふくメール、お返事も待ってます。サンキュー。良いお年を。それは気が早い。良いお年を。ちょっとか時計見たかったから反転した。六本木アイドルフェスティバルの他ゲームは今日明日大抵変更あって大変やもん。うん、なんかね、今回自分らが出演してるやつもちょっと変更あったりとかしてた。コロナなのかな。熊タワー怖いよね。金メダルでしょうか。気をつけよう。横浜の福ちゃん、何メダル取れるでしょうか。お楽しみに。熊タワーありがとうございます。あつまげさんありがとう。あつまげありがとう。そろそろ配信終わりたいと思います。7月ラスト。明日は六本木アイドルフェスティバル横浜であります。よろしくお願いします。ぜひぜひ。頑張ります。ありがとう。明日も噴水ポニーテールにしようかな。なんかさ、瀬戸内 PR 舞台の最初の頃さ、今日からハーフツインギャラで行くとか言ってたのにさバリバリ裏切るやん。じゃあ誕生呼びたいと思います。僕見始めて見たけど穏やかな気持ちで、あ、本当いい歌だよね。13位か言います。13位パパパンダさん、12位新潟のひろきさん、噴水にしよう、11位星子さん、あのデカリボンを1位カズノリさん、9位ジリーさん、8位ジシタさん、7位デュラントさん、6位ムッカさん、5位ヨコさん、4位ユツバさんでした。で最下位までめさんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がとりあえずルービーさん、1位がシオさんでした。最下位1枚目さんありがとうございました。シオさん、クマタワーありがとうございました。ありがとう。楽しかった。めちゃくちゃ暑かったし、明日も頑張ろう。というわけで今日はこんな感じで会いたいと思います。可愛いですよ。明日も頑張ろうね。7月も皆さん1ヶ月お疲れ様でした。明日配信ある有料だけど多分ね。うん、ありがとう。おやすみなさい。短い配信でしたが見てくださってありがとうございました。バイバイ。おつです。バイバイ。